すごく僕緊張してるように見える？見える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 俺見える、ね、ごめんごめん本当に今日楽しんで、1曲目とかすごいノリノリいい感じだったんですけども、次の曲はバラードをやりたいと思います。あ、その前にちょっと1個だけ告知させてください。実はですね、僕この間ミニアルバムを自主で出しまして、ちゃんとしたプレスの CD を頑張って作りました。イエイ。5枚ぐらい持ってきてるんで、4曲入りで、ちょっと高いかな、1000円ぐらいなんですけども、よかった、ちょっと高い、ちょっとディスカウントする余裕はないんですけども、お気に召しましたら本当に聞いてってほしいです。声かけてください。本当にこんなやつなんで、喋りやすいでしょ。ちょっと弾いてるね、お姉さんたち、ごめんね、大丈夫本当に楽しんで、僕もやってます。本当に最後まで聴いていってください。よろしくお願いします。イエーイ。次の曲で最後なんですけども、
次の曲はですね、私、こう見えて見えるかもしれないですけど、うち、僕子供がいまして、今日もうちの子来てるんですけども、別に子供だしに使ってるわけじゃないよ。だからこう丸とかつけてとか言ってるわけじゃないけども、でもちょっとだけそういう気持ちもあるんだけども、でもよかったら気に入ったってとこ、こう丸つけてくれたら嬉しいな、嬉しいな、よろしくお願いします本当に。まあどうでもいいんだけど、そう言ってるとつけないんだよねみんなね、うん、つけなくてもいいから本当に、本当に気持ちだけだから声かけて、うん、よろしくお願いします、そんな感じで次の歌は子供に作った歌を一曲最後に歌いたいと思います。昨日、夏祭りにね子供と行ったんですけども、保育園のね、その時にやっぱりちょっとずつちょっとずつ成長してる姿が見えて、こうやって人って成長していくんだなってすごくしみじみ毎日思ってる、初めて思う気持ちがたくさんあって、そういうものを歌にできたらなって本気で思ってて、ほんと臭いかもしれない、何言ってんだお前ら気持ち悪いなって思ったりするかもしれないけども、本気の初めてのこの気持ちを聞いてほしいなって、最後に子供の名前をつけました、春っていうと。忘れたくないもの一つ二つ数えて、明かりを守るように息潜め見つめて、ことなんてきっと僕らずっと分かってないし、それでもずっとずっと探して迷って傷ついて、灯る未来ねえ守っていけるかな、こんなに強い想いねえ初めてだよ、君が恋に人を愛すこと知り、きっと君も同じように強い愛示すだろう、どんな
どう